ちは。6月5日水曜日、いばきら TV ステーションのお時間です。本日のこの時間は須藤石森ペアでお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずはじめに配信時間が遅れましたことをお詫び申し上げます。失礼いたしました。6月5日ということですけれども、はい、はい、今日は何の日かご存知ですか？知ってます。あの朝のね、はい、キラキラでもちょっとだけ毎日ね、何の日ということでご紹介しておりますが、はい、今日はですね、熱気球の、そうなんです、記念日、熱気球の記念日、熱気球記念日ですね。まあ、熱気球というとね、皆さんも一度はきっとご覧になったことがあるんじゃないかな、はい、と思いますけれども、はい、30数年前にですね、はい、まあ、あの何か空にこう近いものをやりたいなということで、うん、飛行機ってほら手に取ってとか触ったりとか実際できないじゃないですか。そうですね、はい、普通の方は触れないですから。そうなんですよ、はい、より近いところで空を感じるものがないかということで始められたそうなんですけれども、はい、茨城でもね、いくつか大きな大会を行っているそうです。すごいですね、はい、例えばあの小金ね、渡良瀬川のところで、はい、ああそうですね、はい、飛んだりですとか、はい、あと去年の夏ですね、はいはい、あの茨城空港でですね、はい、初めて熱気球飛ばしたんですよ。おー、そうなんです、初めて、うん、はい、そうですね、すごいですね。たくさんの方が訪れていただいたんですけれども、はい、熱気球ってほら飛んだ後着地する場所も必要なので、ね、はい、必要ですね。今のあの田植えの跡っていうのは、はい、苗を植えてあるので、はい、なかなか飛ばせないそうなんですね。なのでこの後は、まあ、期待できるのが、秋の大会だそうなんです。収穫後ということですね。そうですね、はい、秋の大会ということなんですけれども、はい、まあ、茨城でもいろいろね取り組みをしていらっしゃるということですので、うん、ぜひ皆さんもですね、はい、機会がありましたら、そうですね、熱気球に乗ってみてはいかがでしょうか。興味のある方は秋の情報調べて ね、はい、ぜひぜひご参加いただければなと思います、はい、それでは行きましょう。行きましょう。いばきら TV ステーション、行ってみて。まず本日のメニューをご紹介してまいります。この後は茨城新聞の注目記事をご紹介、朝刊ピックアップ。続いて県内の今がわかる茨城新聞ニュース、いばきら TV スタッフ独自取材のニュース、いばきらニュースプラスワン、ゲストをお迎えいたします、いばきら愛。今日は津軽三味線の佐々木光義さん、そして津軽三味線で日本一になりました高校生高森彩香さんをお迎えいたします。番組後半は IBS 茨城放送といばきら TV とのコラボレーション、いばきら TV スクーピーレポート、そしていばきらレポートもあります。今日も盛りだくさんでお送りしてまいりますので、どうぞ最後までお付き合いください。まずはこのコーナーからです。須藤さん、はい、朝刊ピックアップのコーナーです。本日の話題はこちらです。小美玉市の中学校で青パパイヤを育てているという話題です。小美玉市立みのり中学校は地元の生産者らの協力を得て、隣接の学校農園で青パパイヤの栽培に取り組み始めました。第1弾として50株を植栽、1年生が主体となり3ヶ月から4ヶ月の間水やりなどを行い観察、秋に実の収穫を行います。今川校長は栽培を通して地域に理解を深めてもらえばと話します。青パパイヤは沖縄などの地域で野菜として食べられており、市内の農業者や会社経営者らで作る小美玉大地連携協力会が6次産業化を目指し、昨年から市内で栽培を始めました。今川校長はこれらの取り組みを知り、生徒の地元理解や地域共同の一環として学校農園での栽培を考えました。学校農園ではこれまでサルビアやマリーゴールドなどの花が植えられており、今回花に変えて青パパイヤを栽培することにしたいということです。苗は小美玉大地連携協力会から無償で提供されました。1日には代表の1年生27人と苗を育てた地元花木農家の長木静雄さんら会員4人が参加し、植え付けが行われました。生徒たちは会員らの指導のもと約10アールの農地に穴を掘り、30から50センチに育った青パパイヤの苗を一本一本丁寧に植えていきました。今川校長はまずは青パパイヤはどんなものか見てもらいたい、そして
御御霊でも栽培できることや地域の人たちの取り組みなどを知ってもらえればと話しました。収穫は9月頃から11月頃にかけて行われ、順調にいけば全校生徒分の実が収穫されるということです。以上、朝刊ピックアップのコーナーでした。続いて茨城新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。大洗町のアクアワールド兼大洗水族館にウリのような形をした深海ウリクラゲとカラフルな花笠クラゲがクラゲの展示コーナーにお目見えし人気を集めています。水族館によりますと、深海ウリクラゲは傘を持たず細長いウリのような形で水温の低い深い海に生息しています。体長は5センチから7センチと小さいながら体長が数倍あるクラゲを取り丸飲みします。また花笠クラゲは主に九州から本州中部に分布する夜行性のクラゲで、傘は大きいものだとおよそ10センチになり、緑やピンクなどカラフルな触手が傘の周りについています。触手には毒があり、小魚などをしびれさせて捕食します。かなり毒が強いクラゲでして、飼育員も結構刺されると痛いっていうぐらいの強さのクラゲですので、非常にちょっと気をつけて飼育してるんですけども。綺麗ですね。なんでこんな生き物がいるんだろうって感じですよ。今回の深海ウリクラゲのようにウリのような形をしていたりとか、こういった花笠のクラゲの綺麗なものもいれば、カブトクラゲといったように、全然形がね、カブトっぽいようなものもいますので、いろんな形のいるクラゲ、あとは動き、色、そういったものを楽しんでいただければなとは思ってるんですけどね、はい。次のニュースです。水戸市泉町の文化デザイナー学院の学生が作品のデザイン性やファッション性を競う水戸デザインプロジェクトがこのほど水戸市五軒町の水戸芸術館広場で開かれました。プロジェクトは事業の一環として行われ、今年で14回目になります。インテリアデザイン学科など3つの学科で学ぶ学生が学科や学年の枠を超えて12人から13人ずつ15チームに分かれて作品を制作しました。今回のテーマはみんなのデザインをかぶろうです。テーマに沿って大きな帽子に見立てた作品を制作し、出来栄えとタイムレースで勝敗を競いました。学生は6人から7人でかぶれる帽子をイルカやホットドッグ、デザインに使う鉛筆に見立てたロケット、猫をかぶると帽子をかぶるを引っ掛けた猫など思い思いのデザインで作り、片道約20メートルのコースを往復してタイムを競いました。結果はマジックに使うシルクハットをイメージした帽子を作ったチームバンちゃんがタイムでは3位だったものの、デザインやファッション性の評価点で2位以下を大きく引き離し優勝しました。特別賞のゴールドチームワーク賞にはおじさんが選ばれました。いや、率直に嬉しいです。皆さん頑張ってくれたのでこういう作品ができたと思うので、また来年も優勝狙いたいと思います。イエス文化。最後のニュースです。二輪車の運転技能や交通マナーを向上させることで事故防止を図ろうと、2013ベストライダーコンテストが茨城町の県警運転免許センターで開かれ、高校生から一般までの男女38人が運転技術などを競いました。県交通安全協会と県二輪車安全運転推進委員会が主催し、排気量 50cc 以下の女性の部、高校生などの部と排気量 400cc 以下の一般 A の部、排気量 401cc 以上の一般 B の部の4クラスで行われました。競技は一本橋やスラロームなど15課題が設けられたコースを周回し、減点方式で審査されました。参加者は一時停止など交通法規を守りながら課題をこなしました。競技終了後、県警交通機動隊の白バイ隊が実演走行を披露しました。
閉会式では各クラス上位3人の入賞者が表彰されました。8月には三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットで全国大会が開かれ、県大会入賞者の中から各クラス1人ずつが県代表に選ばれます。あのツーリングとか、あんまり最近はもう数は少なくなりましたから、日頃あんまり緊張することないんで、ぷりっとあの緊張感が嫌いじゃないです。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。続いて、いばキラニュースプラスワンのコーナーです。いばキラ TV スタッフが独自取材したニュースをお伝えいたします。昨日、笠間市にある旧日本海軍の筑波海軍航空隊の跡地で特攻隊として戦死した人たちを弔う慰霊祭が行われました。笠間市の旧友部町にある筑波海軍航空隊の跡地には平成11年に元隊員たちが中心となって建立した慰霊碑があり、特攻隊員として戦死した55人など航空隊関係者を弔う慰霊祭が毎年取り行われています。今年で15回目となる昨日は、航空隊の元隊員やその遺族およそ40人が東京や広島などから参列したほか、航空隊の跡地に立つすみれ幼稚園の園児たちも加わりました。元隊員で現在91歳の柳井和臣さんが、お互いに励まし合い、祖国の安泰を願った戦友に追悼の思いを込めるとともに、後世に伝えたいと慰霊の言葉を述べました。本日は広島県からお見えになられました。散る桜ね、残る桜も散る桜と、まあ、お互いに近いね、励まし合って、ただひたすら祖国の反対を演じつつ参加したね。若い先輩戦友たちにね、心から冥福を捧げ、またこれから皆様と一緒に献花いたしまして、その優先を検証してですね、後世に残したいと、こういうふうに念願しているものでございます。ことに当たられフィリピンで、このあと隊員の遺族や地元の人、それに園児たちが慰霊碑の前に菊の花を手向け、静かに手を合わせていました。すみれ幼稚園の園児さんたちが今年参加してくださいました。ありがとうございました。参加者はその後、県立心の医療センター内に残されている旧航空隊本部棟や展示施設を訪れ見学しました。神風特別攻撃隊のね、これはね、大体、まあ、神風というのは海軍ですね、海軍の神風と航空特攻なんですけど、これがね、大体4000名ですよ、戦死したのは。神風って名前がついてね。懇親会では、参加者同士が戦時中の様子や個人の思い出などを語り合いました。以上、いばキラニュースプラスワンのコーナーでした。
いばきら TV より新番組のお知らせです。今夜9時よりいばきらナイトすっぽんの卵がスタートします。本日はすっぽん大学のネタと一緒にこのすっぽんの卵の映像を少しだけご覧いただきます。 VTR どうぞ。はい、どうもすっぽん大学です。はい、よろしくお願いします。いや売れないね頑張ってるんですけどね、全然売れないんですよ僕らね。そうなんですよね、うん、売れてないと悲しいこと多いんですよ。いや本当これ多いんですよ。何が悲しいかってイベント呼ばれた時のイベントポスターが悲しいことになってる、うん、そう、今日はねあるデパートで、やったイベントのポスターを持ってきましたんで、はい、それを見てほしいんですけどね。出演者がスッポン大学、うん、僕らですね、うん、ガムシロップ、ガムシロップ宇都宮八郎、宇都宮八郎小樽、うん、ここに有名お笑い芸人が大集合、うん、誰が有名なんだよ誰も有名な人いないでしょこれ。いいよ、よくぞクソ芸人4組集めて有名って言いましたよこれ。自分含めてクソって言っちゃってるからね。そうだよ、言っちゃうよもう。でね、ここに満員御礼って書いてあるんですよ、うん、満員御礼って書いてあるんですね。ちょっと期待してこうやって楽屋から覗いてみたのよ、うん、客席ね、うん、お客さん3人しかいなかったのよ3人だよこれ、3人だよ。嘘だろ。一番手の我々が盛り上げたら、うん、お客さん増えるんじゃないかなと思って、そう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 、はいどうもって出てったら、うん、そのお客さん立ち上がって帰っちゃったのよゼロだよゼロ、ゼロ、お客さんゼロ、ただ休んでただけっていう。そうなんだよ。でもねゼロの中でさネタやるもなんか変でしょ、だから一応ね横にいるスタッフに聞いたんですよ、どうしたらいいですかって、続けてくださいって言うんですよ。結局15分間僕ら誰もいないままネタやったんですよこれ。やったんですよ丸々、うん、で4組丸々いなかったから1時間誰もいなかったの。そう誰もいなかったので何がひどかったかって、うん、この小樽さん、うん、もう芸歴25年、うん、この芸歴25年の小樽さん、お客さん誰もいないのにガチガチに緊張してたんですよいや何に緊張したんだこの人はわけがわかんないよ、何のプレッシャーを感じたんだ。そうだよ。あとひどかったのがね、この司会者のガムシロップ、誰もいないのにライブの告知し始めたんだよ。いや誰に何を伝えたいんだ こいつらも。俺たちにもさせたんだあいつらはよ。ひどいよこれ。あの時間を返せ。返せよ本当に。何だったんだあれは。ねえ。まあそんな僕らですけど、いばきら TV をきっかけに売れたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、すっぽん大学です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや売れないねまあ頑張ってるんですけど、ね、全然僕ら売れないんですよね、なかなか。売れてないと悲しいこと多いんですけど、本当に多い。やっぱり悲しいのはあのイベントポスターが悲しいんですよね、うん、今日はねある健康ランドに行った時の、はい、ポスターをね持ってきましたんでね、見てほしいんですけどね。スタッフさんが我々が来るということでポスターを作ってくれたんですよ、うん、そうなんですよ。で個人的に名前も書いてくれてね、そう僕らの単体だったんでね、はい、本当に芝居とか本とか舞踊とかもやりますよってちゃんと書いてくれて、書いてくれてる。でなんとねウィキペディアの情報を調べてくれて、うん、この方々はチャリティーイベント毎月やってくれてますみたいなこと書いてくれてる。そうちゃんと書いてくれてるのね。ただ蛍光色だから見えづらいっていう欠点はあるんです残念だよねこれね。スタッフさんの思いがしっかり伝わってくる。そうそうそう、ありがたい。やってくるぞ。そう、僕らスッポン大学がやってくるぞ。ダーン来てみたらね、スッポン王国になってんの。え誰だよこれは俺らスッポン大学だから。名前間違っちゃったっていうか俺たちのこと知らなかったじゃん。そうだよ。しかもスッポン王国の方がなんかいい感じなんだよ、大学あるっていうね。そうなんだ。スタッフさんうんうんじゃないですよ本当にでねよくあるんですよスッポン大学間違えられるの。そうよくあるのこれ本当によくあるの。よくあるのがまずスッピン大学とかって間違えるよくあるのこれで、ちょっとわざとらしいなっていうのがすっぽんぽん大学って書いたりするんだよねそう、ちょっといじってくんのね、うちらをね、名前で。一番ひどかったのが、カメすっぽんって書いてあったのなんなんだよ、カメすっぽんって。カメすっぽんってなんなんだ、意味がわかんねん。そう、で芸人がカメすっぽんいるのかなと思って調べてみたの、インターネット。インターネットちゃんと調べたの。精力剤だったんですよ何と間違えてんの、わざとだろそうだよ、ひでんだよ、ほんとに。カメすっぽんってよ、ほんとだよ、もう。まあそんな僕らですけどね、あのいばきら TV をきっかけに売れたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。すったま新番組始まりました。始まりました。司会進行のすっぽん大学です、ね、なんで売れないの。分かってたら売れてますよ。すったま、ああ茨城県民を味方につけたら、あこれはいいですよ。来年成人式です。尻文字してますか。知らないです。わあ、ごう、じゃあ、じゃん毎週水曜日夜9時からオンエアとなります。はい、いばきらナイトすっぽんの卵でした。すっ、いばきら TV をご覧の皆様はもうお買い求めになられましたか。
ドリームジャンボ宝くじとドリーム10が現在好評発売中です。今日はスタジオに素敵なゲストをお迎えいたしました。宝くじ幸運の女神、石川由美さんです。よろしくお願いいたします。ドリームジャンボ宝くじとドリーム10の気になる賞金を教えてください。はい、今回のドリームジャンボ宝くじは一等賞金が1億円で当選本数が161本です。1ユニット当たりの1億円の当選本数は7本で、昨年同様ドリームジャンボ宝くじ史上最高の当選確率となっています。また同時発売されますドリーム10の一等賞金は10万円で当選本数は4万本です。この1等は下3桁の抽選で決まります。つまり1000分の1の割合で1等10万円を手にすることができるんです。億万長者が161人も誕生するドリームジャンボ宝くじと、本数張りは嬉しい1等10万円が4万本もあるドリーム10、皆さんも2つのドリームにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ところで発売はいつまでですか。はい、どちらも6月7日金曜日までで、価格は1枚300円です。ぜひ皆様もお近くの売り場でお早めにお買い求めください。茨城県の皆様に幸運が訪れますことをお祈りしております。今日はドリームジャンボ宝くじとドリーム10のご案内に、宝くじ幸運の女神石川由美さんにお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはいばきらーいのコーナーです。本日のゲストは津軽三味線佐々木光義流家元佐々木光義さん、そして第7回津軽三味線 A 級女子日本一に輝きました高森彩香さん、そして佐々木光義三元会から小沼博さん、久保田直子さんにお越しいただきました。まずは皆さんに素晴らしい津軽三味線の演奏をお聴きいただきたいと思います。どうぞ。Thank you.
今演奏が終わりまして、じゃあ皆さんにね、こちらお椅子の方にお座りいただきたいと思います。どうぞゆっくりどうぞ座ってください。はい、まず1曲目皆さんにお届けいたしましたのは津軽ジョンカラ節合奏曲6段をお聴きいただきました。改めて本日のゲストをご紹介させていただきます。津軽三味線佐々木光義流家元佐々木光義さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。そしてお隣が第7回津軽三味線に A 級女子日本一に輝かれました、まだ高校生でいらっしゃいます高森彩香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして佐々木光義三弦会水戸教室からですね、小沼博さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてもうお一方、同じく三弦会水戸教室から久保田直子さんです。よろしくお願いいたします。はい、ではまずですね、佐々木先生のプロフィールを改めてご紹介させていただきます。佐々木光義さん、旭川のご出身で、東京浅草民謡会館七五三に昭和47年に入社されました。その後はですね、細川隆さんの専属伴奏者として全国公演に出演、このほか指導するグループの、後継者の育成、そして、毎年青森県で開催されます津軽三味線全国大会においても連続優勝されるなど数々の賞を受賞されていらっしゃいます。最近では小学校などの邦楽教育の一環として公演や演奏会を行って、新しい世代を担う若者への伝統文化の継承に力を注いでいらっしゃいます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、先生、早速なんですけれども佐々木さんでよろしいでしょうか。はい、はい、佐々木さん、津軽三味線ということで佐々木光義流、昨年はですね、40周年の記念の特別公演も行われたということですけれども、はい、ありがとうございます、はい、ひたちなか市で、はい、文化会館で、多くのゲストの皆さんをお招きして、はい、40周年を、開催しました。40年ってすごい歴史だと思うんですけれども、まあ、その間には本当にたくさんのお弟子さんも育てられたんでしょうね。そうですね、今本当に全世界で活躍している、はい、吾妻博光君とか、はい、花輪千恵だとか、はい、茨城県にあと広原武美君だとか、はい、いっぱいおりまして、はい、活躍していると思います。改めてなんですけれども、はい、この津軽三味線の魅力といいますか、先生がこうお考えになる津軽三味線ってこうなんだよっていう、まあ、お弟子さんとかにもね、いろいろお話をされると思うんですけれども、この辺のお話をいただけますか。はい、まず三味線の魅力としてですね、はい、独奏楽器として、はい、楽しむことができる楽器だと、はい、そして特にその津軽三味線は、うん、ある意味その打楽器のような、うんうん、リズム感を出すことができる、はい、力強い部分ですね、はい、それからもう一つはお琴をこう奏でたような繊細な、はい、本当に綺麗な音色も出すこともできると、うん、はい、まあ、そういった楽器でして、はい、そういう楽器をですね、うん、海外で演奏したりしますと、はい、日本人以上にですね、うん、本当に飛びついて喜んでくれる、うん、外国の方もいっぱいいます、はい、そして今現在は、外国でも三味線を津軽三味線を勉強している人がいましてですね、はい、全国大会に出場したりする外国人もいる、海外から、はいはい、そうなんですか。まあ、じゃあ今日はせっかくなので先ほど演奏もしていただいたんですけれども、はい、あまりこう間近でですね、楽器に触れることがないので、せっかくなので先生の楽器を、はい、津軽三味線のご紹介をね、していただきたいなと思いますけど、はい、よろしいでしょうか。じゃあ楽器の方をちょっとスタッフの方にね、ここまで持ってきていただきたいと思います。
なかなかね近くで楽器を目にすることがないのでまずご紹介いただきたいなと思いますけれども、まずはですね先生今お持ちいただいてこれ重さ私も実はさっき持たせていただいたんですけど結構重たかったですね。重さはですね、はい、これはおそらく 7-8 キロ、あ結構な重さがあるんですね。はい、はい、そして今お持ちいただいているいわゆるあの演奏するこれ棹っていうんですか。棹ですね、はい、これはですね実はあの、はい、日本の楽器ではあるんですけど、はい、材質が、はい、日本のものではございません。あ、そうなんですか。これはあの後期と言いまして紅の木って書くんですけど、はい、インドですとかね、はい、向こうで取れる材質のものです。あ、なるほど。まあ、三味線というぐらいで弦が3本あるんですけれども、はいはいはい、ちょっとよく見ると、あの太さがですね微妙に若干1本ずつ違うような気がするんですけれども、ね、これはあの絹の糸を使ってまして、はい、1の糸、2の糸、3の糸と、はい、3本ありましてこれが全部糸の太さが違います。はい、あ、違いますね。はい、はい、太い順から1の糸、そうです、2の糸、そして一番細いのが3の糸、はい、そういうことですね。はい、はい、そしてその先ほどの竿の部分で若干その色がね変色しているというかちょっとそうですね、はい、違ってる部分っていうのはギターと違ってフレットがないんで、はいはい、ちょっと分かりにくいと思うんですけども、はい、これは全部勘どころって言いまして、はい、自分の勘で押さえるようになってます。なるほど。でいつも押さえるところはですねこう白くなってるんですよね。いつもね力を、でもねはい、これは実際なんぼ白くなってても見ながら弾くわけじゃないんで、はい、見ながら弾いてると遅れちゃいますから、うん、感覚で、感覚で本当に自分の勘で弾く三味線だと思います。なるほど、はい、本当にね繊細な楽器ですよね。ありがとうございました。はい、楽器のご紹介をいただきました。はい、どうぞお座りください。さあ今日はね間近で楽器のご紹介をいただきましたこの津軽三味線なんですけれども、最近ですとこうやっぱり感覚としてね三味線っていうとちょっとまあ昔の話になっちゃいますけどこう芸者さんとかが踊られるところの伴奏を弾いてたりとかっていうことで、まあ、年配の方にはね馴染みのある楽器なのかなっていう雰囲気もするんですけれども、そうです、ね、最近ですと例えばその高森さん今日ご出演いただいた高森さんなどのように高校生ですとか若い方のその三味線人口っていうんですか増えてるんですか。これはですね、はい、実は10年ぐらい前から、はい、徐々に増えてきてはいます。はい、そして青森県の、はい、学校ですとか、はい、まあ、小学校中学校高校あたりは今ではもう本当に三味線やってますけど、うん、10年前ぐらいですとね、うん、ほとんどやってないんですよ。うん、で青森の方ではもう今も本当に盛んになってきましたけども、うん、でもですね、はい、例えばこの茨城県の学校の、はい、通ってる子供に誰か三味線やってる人いるって聞くと、うん、まず学年に一人いればいいぐらい、はい、なるほどっていうぐらい、うん、少ないんですよね。はいはい、まあもう本当に今年の全国大会に行っても、うんうん、小学校の低学年の子供が、うん、去年の半分ぐらいしか出場してなかった、うん、10名ぐらいしかいな、はい、8名ぐらいしかいなかったんですね。はい、だからもうぜひ小さい子どもたちにやってほしいなって思ってます。うん、なるほど。はい、まあ、そんな中ね先ほど40周年ということでご紹介しましたたくさんお弟子さんを育てられたと思いますけれども、はい、その中の一人でいらっしゃいます高森彩香さんですね。はい、今日ご出演いただいておりますが高森さんは三味線を始めたきっかけ津軽三味線を始めたきっかけっていうのは何だったんですか。そう、私の祖父母が民謡をやっておりまして、はい、その影響で、6歳から始めました。6歳から、はい、おじいちゃんおばあちゃんが民謡をやってるのを見て三味線に始められたわけなんですね。はい、なるほど。実際始めてみていかがですか三味線の魅力というか。先ほど聞いていただいたように、はい、すごく力強くて迫力があって、うんうん、聞いていただいた方々は本当に鳥肌が立ったとか、うん、すごく驚いてくれて、うん、その力強さがとても魅力だと思います。なるほど。まあ、学校のね勉強をしながらなんでなかなかこう練習時間も少ないかと思うんですけれども1日どれくらい練習するんですか。その日によるんですけど、はい、大体約 2,3 時間くらいです。
はい、学校の勉強もしながらですから大変なところもありますよね。はい、まあ、高森さんから見て師匠佐々木先生はいかがですか？どんな先生ですか？本当に優しくて、なんか何をやってもなんか温かい目で見てくれるような先生です。本当になんか私もね家元って お伺いしてたのでどんな頑固な先生がいらっしゃるのかなと思ってドキドキしてたんですけれども、とってもあの優しいね、まだだしで、そして、話し方もね優しい先生で、きっとお弟子さんを育てるねこうきっとね素晴らしいこう引き出すところがあるんではないかなと思います。さあ高森さん、第7回の津軽三味線A 級女子日本一になられたということですけれども、日本一になった時はどんな気持ちでしたか？去年は私高校受験で忙しくてあまり練習もできなかったんですが、今年はいけるのかなとか不安になりながらも頑張ってやって、優勝と聞いて、驚きました、一生懸命ね練習してきた甲斐がありましたよね、じゃあせっかくですので今日はその素晴らしい演奏をねスタジオでご披露していただきたいなと思いますので、演奏の準備していただいてもよろしいですか？はい、お願いします。はい、大丈夫かな。佐々木先生いかがでしたか？日本一を獲得された時の気持ちは。そうですね、やっぱりあの演奏してる人も大変ですけど、聴いてる方もね、演奏してる人以上に緊張しますね、こういうのはね。では今日はあの、違った意味でね、あの見守っていただきたいと思います、それでは演奏の準備ができたようですので、高森彩香さんに演奏していただきたいと思います。どうぞ。
こちらの方にお越しください。はい、ありがとうございます。素晴らしい演奏でしたね。はい、今年のその今年のと言いますか大会に出た時のお写真もね届いておりますので、ちょっとだけご紹介しましょう。はい、こちらですね。こちらが先生、はい、津軽三味線の日本一になった時 の、ね、はい、はい、そしてもう1枚ですね、お仲間と、あ、こちらですね、みんなすごい楽しそう。こちらはこれは2010年に、はい、あのグループ部門で優勝した時の、はい、あ、はい、ねえ、ちっちゃいお子さんからと中学生高校生ぐらいまでいらっしゃるんでしょうかね。そうですね、あ、みんなお揃いの T シャツにね、はい、楽しそうですね。こうした、子どもたち、まあ、これからね、次世代 の、 その津軽三味線の演奏者となっていく子どもたちにも教えていらっしゃるという先生です。さて、たくさんご紹介したいことはあるんですけれども、これからイベントが行われるということでね、今日は3つほどイベントのご紹介をさせていただきたいと思います。まずは6月18日ですね、今月18日になりますね。はい、はい、出ますでしょうか。はい、こちら、はい、こちらからご紹介お願いいたします。はい、これはあの水戸の京成デパートの、はい、9階のイベントホールで、はい、こだわりとんかつのねぶっけさんの主催の、はいはいはい、津軽三味線、音風景というあの津軽三味線ライブがあります。はいはい、でこれはあの三味線を1時間20分ほどたっぷり聴いていただいて、で美味しい料理を食べていただく、うん、食べていただいて、そして、なんかお料理がすごく人気が良くて、はい、今もう少しだけ席が残ってるそうなんで、はい、お早めにということでしょうかね。はい、そうです。はい、そして次が、6月30日ですね。こちら、浴衣ざらいということで、次の写真出ますか。はい、ポスター出ますでしょうか。はい、こちらですね。こちらはどういったイベントなんですか。はい、じゃあ、はい、小沼さんから。佐々木光義三元会では、はい、6月の30日日曜日になりますけれども、はい、浴衣だらいという称しまして、はい、発表会を開催をいたします。はい、幼稚園生からですね、うん、もう80歳過ぎた方が一生懸命被弾練習した成果を発表する機会でございます。当日はあの入場料は無料でございますので、はい、皆さんぜひとも遊びに来ていただきたいと思います。お待ちしております。はい、毎年開催されております会員さんの発表会ということですね。はい、そしてもう一つ、8月にですねご紹介させていただきましょう。こちらは先生からじゃあご紹介いたしますか。はい、はい、これは私立水戸市立の図書館の、はいはい、イベントで、はい、7月23日から8月31日までの、はい、35日間 の、 なんかあのイベントでございまして、はい、そこの中でやはりあの私たちの津軽三味線の演奏が子どもたちの演奏があります。はい、そしてあの今日お知らせしたいのはその中でもですね、はい、行事はたくさんあるんですけど、はい、その津軽三味線の演奏とともに、はい、三味線に触れることができるコーナーを設けてあります。なるほど。実際に触って、うん、弾いて、見れるというはい、コーナーがありますので、はい、ぜひ遊びに来ていただきたい。私も今日先ほど初めてあの三味線持たせていただいたら、はい、もうすごいなんかワクワクしてしまって興味がねどんどん湧いてきたので、きっと皆さんもね触れていただいたらもっと三味線をね知っていただけるんじゃないかなと思います。はい、さあでは高森さん、これからの目標何かありますか。と日本一の津軽三味線の佐々木です。ね、学校の勉強も大変かと思いますけれども、佐々木先生のもとぜひねさらなる飛躍の方をご期待しております。ありがとうございます。では最後に佐々木先生、はい、このイバキラ TV をご覧いただいている皆様に一言、あちらのカメラでメッセージの方をお願いいたします。はい、はい、何事も同じだと思うんですけども、あの芸事はですね、子供だけに任せないで、ご両親の深い理解をがあれば、すごく上達するんではないかなとこのように思ってますんで、両親の温かい応援をお願いしたいと思います。そしてぜひ三味線を、始めてみていただきたいとこのように思ってます。はい、
ろいろねお話の方もっともっとお伺いしたいんですけれどもね、ぜひとも皆さんこれからのご活躍の方期待しております。はい、本日のいわきら愛ゲストは津軽三味線佐々木光義流家元佐々木光義さん、そして第7回津軽三味線 A 級女子日本一高校生の高森彩香さん、佐々木光義三元会から小沼博さん、久保田直子さんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。続いてはいばきら TV スクーピーレポートのコーナーです。 IBS 茨城放送といばきら TV のコラボレーションでお届けしております。さあ今日はレポーターさんどこに向かったんでしょうか。早速ご覧ください。はい、さあ力強く呼ばれましたけども、私は今水戸市五軒町にあります水戸芸術館ACM 劇場前に来ています。こちらの劇場では今週7日金曜日に遺産と誤算のラプソディー華麗なる騙し合いという劇が始まります。こちらの劇はイギリスのコメディー劇でして、なんと90年前に誕生した劇なんです。日本では初の公演となるそうです。はい、最近笑っていないなという方おすすめの劇ということで、一体どんな劇なのかこの時間お伝えしたいお伝えしていきたいと思います。お話はこの遺産と誤算のラプソディ華麗なる騙し合いに出演される出演者の皆さんにお話を伺います。まずは自己紹介をお願いします。はい、IBS をお聞きの皆さんこんにちは。今回この舞台で、屋敷の主人を演じますオーブリー役の水戸芸術館 ACM 劇団員小林修介です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。今回小林さん演じるオーブリーの妻のルイーズ役を演じます文学座から参りました松山愛香です。よろしくお願いします。お願いします。さあそして、はい、こんにちは。庭師のジャイルズというね端っこ役なんですけれどもやりますACM 劇場専属劇団員の東島律夫です。こんにちは、どうもよろしくお願いします。東島さんはすごいのどかな格好してますね。はい、あ、そうですか。おしゃれでしょ。おしゃれですね。オーバーオールに麦わら帽子、もう役になりきってるんですか。そうです、これ私物なんですけども、ね、今日おしゃれしてきちゃいました。はい、はい、ありがとうございます。さあそんな東島さんに、はい、今回公演されます、はい、遺産と誤算のラプソディ華麗なる騙し合い、一体どんな劇なんですか。これまあ簡単に言うとコメディなんですけれども、のんきな夫婦がのんきに暮らしておりまして、お金のことなんかろくすっぽ考えてない人たちがどん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 借金が莫大になってきてしまったんですけれども、そこにラッキーなことにひょんなことからね莫大な遺産が転がり込むことになったんです。でもこの夫婦バカなんで、この借金は返さずに莫大な遺産だけをゲットしたいなって、でいろんなアイデアを出して2人でどん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 トラブルを大きくしていくというドタバタコメディでございます。もう聞いてるだけでもとても気になるんですけども、この劇は誕生しておよそ90年も経っているということなんですけれども。クラシックなんです。はい、はい、イギリスで誕生したということで、かなりコメディ劇に影響を受けた劇だそうですね。はい、そうです。日本でいうと、ドリフターズとかクレイジーキャッツ、はたまた吉本新喜劇なんかに莫大な影響を及ぼしていると僕は思います。何回かリメイクもされているそうですが、ね、日本ではここで初の公演になるそうですね。ここのみならず我が国初の公演になります。おお、すごいですね。はい、拍手も来てますけれども、ではどんな方たちがどんなドタバタ劇を繰り広げるのか、実際にね主演されているお二人にもお話を伺いたいと思います。まずは主人公の大振り役の小林さん、はい、どんな役柄なんですか。僕ら以上にバカなジャイルズにバカと言われたくないんですけどその遺産をねなんとか、借金を返しつつ自分たちのものにできないかというところでですね、妻と一緒に共謀するわけですが、まあ何かとねどんどん作戦を練るたびに邪魔者が入ってはまた台無しになって次の作戦というところで最終的にどうなるのかというところですか。はい、なるほど。妻のルイーズさんどうですか補足は。はい、アイディアを思いつくのは妻のルイーズで、いつもそうだあなたいいこと思いついたって言ってひらめくんですけど、そこから騒動が始まっていくと。でも旦那さんはボロボロになる。僕は被害者です今回全てはこの妻のせいで
まあ、いろいろ巻き込まれて、うん、いろんな人間に紛争したりとか、とにかくドタバタになります。でまた私の友人が訪れてきたりして、たまたま来た友人がまた騒動の始まりで、もう一人出てくるたんびにいろんなことが起きていくっていう、まあうまくできたお話です。すごいですね。もう息ぴったりですね、お二人とも。そうなんですよ、僕ら夫婦だけじゃなくて、まあ、うちは夫婦じゃないですけど本当にね、演出の西川さんを含めて共演者のチームワークも良くてね、家族のような感じで、うん、とても初めてお仕事するとは思えないような稽古が本当に盛り上がっててね、楽しい現場です。はい、そんな中に入ってます豊島さんのジャイルズはどんな役柄なんですか？たまに出てきて余計なことをやる何も分かってない老人という役ですね本当笑っちゃってスッ本当見に来てくださいね。はい、かなりこのねジャイルズがスパイスになってるそうですね。そうですね、本当にこう物語には何の関係もなく本当にスパイスとして出てくるんですが、まあ、僕としてはこの豊島君がいかにねお客さんの笑いを取ってくれるかというのが非常に今から楽しみです。ハードルが上がってますけど、豊島さん、はい、どんな風にお客さんには見てもらいたいですか？僕がこだわってるのはやっぱり老人としてのリアリティなんで、その辺の役者の技というものをしっかりと見に来ていただきたいなと思っております。はい、小林さんはどうですか？今ねちょっとジャイルズ初耳でちょっとびっくりしたんですけど、どちらかというと僕の今回のオーブリーという役が素の自分に近いので結構自由にやらせてもらってます。はい、あとは同じアッパッパーの愛花ちゃんも結構自分に近いところがあるので、本当にね顔合わせの段階からこれ結構いけるかもなっていう手応えはありました。はい、はい、そのルイズ役の松山さんどうですか？どんな風にお客さんに見てもらいたいですか？はい、もうとにかく役者がとにかく一生懸命です。なぜならですね、オークリーとルイズ半端ない膨大なセリフでものすごい、そして走り回ってるんで、膨大な汗と膨大なセリフをもうこなすのに精一杯だったところからね、やって今立体化したその人間のその奥深い欲とでも愛さずにはいられないこの愛らしさ、 そこをですね見て笑っていただけたらなと思います。2人とも稽古始まって痩せました。痩せたんです？何キロ痩せたんですか？私はねちょっとそんな若手でオーブリーが5キロ痩せました。かなり初めてです。すごい、かなり役者さんたちが力がこもっている劇団ですね。はい、さあそんな和気あいあいとしたこちらの遺産と誤算のラプソディ華麗なる騙し合い、最後に豊島さんこの詳細教えてください。はい、コメディ作品遺産と誤算のラプソディ、水戸芸術館 ACM 劇場にて6月7日から16日日曜日までやります。詳しくはですね水戸芸術館ホームページにて要チェギラー。ありがとうございましたでは最後に放送を聞いている皆さんにお支えのメッセージを主人公の大振役の小林さんとルイーズ役の松山さんにお願いします。はい、最近ね楽しいことないなとか、うん、バラに飢えてるなという方はぜひ劇場にお越しいただければと思います。はい、また生で演劇を見るということがすごく大切だと思うので、ぜひ芸術に触れに遊びに来てください。舞台で今まで見たことないという、うん、初めてという方も分かりやすい本当に楽しいお芝居なので、うん、ぜひお待ちしております。はい、はい、ありがとうございました。この時間は水戸芸術館で6月7日にスタートします遺産と誤算のラプソディ華麗なる騙し合いについてお伝えしました。水戸芸術館 ACM 劇場、ぜひ皆さんお出かけください。以上、いばきら TV スクーピーレポートでした。続きまして、いばきらレポートのコーナーです。6月1日と2日の2日間、常陸太田市で行われたピーベリーグリーンフィールズと過ごす1泊2日バスツアー in 常陸太田の取材に私、須藤が行ってまいりました。この里山体験バスツアーの模様をご覧ください。メインイベントである昼食作り体験を行いたいと思います。いや、まあ楽しいですよ、本当に。はい、食べるよ、これ、みんなで後で。三井さんの方が綺麗です。みんなで締める楽しい。あ、緊張する、あ、緊張する。そばを見ないね。まさかのこの動き。丸じゃなくなっちゃった。いや、楽しくなってきた。
やってみるもんですか。はい、めっちゃうまくなってる。やったできた。どうどうです、ファンの方とやっぱり一緒にいろんなことをして。そうですね、まあ、普段だとやっぱりライブで一緒に盛り上がったりとかする機会が多いので、こうやってなんかこう身近に触れ合えたりとか、こう一緒に同じものを作るっていうこの空間がいいなと思います。お塩ないからごま塩をね、両端につけるんですって。うん、あ、そっか、もうお母さん私これを楽しみにしてて朝ごはん食べてないんです。おお、あ、戻りました。し塩味 OK？ うん、塩が足りない。イバキラキラキラめっちゃ言った。イエーイ。キラキラキラ、いやもう夢のようです。つゆがいいの、つゆ、あのいい匂いもしてますよね。いただきます。手作り、みんなで作った。今けんちん汁とおにぎりです。みんなそれぞれのところで言葉を打ったり、メンバーとも喋れてとても楽しいです。おいしい。おそばかな。私が作ったおにぎりかな。いやもうこんなに楽しいと思ってなかったです。やっぱ一番ちょっと僕嬉しかったのは、自分で切った野菜をメンバーが食べてくれてるってことですね。おいしいよ。ありがとう。ちょうどいい。はい。どうですか。おいしいです。はい、タイランド、タイランド。I come from Thailand。タイからです。清水さんはと私がと一番大好きで、タイ人も皆さんはとベリーズ工房が好きです。はい。グリーンフィールズの清水咲です。ピーベリーの小田彩香です。イバキラ、キラキラ。以上、いばきらレポートのコーナーでした。続いてのお知らせです。千葉テレビで絶賛放送中、小堺翔太のほっこり町さんをいばきら TV でも配信しています。第9回は明日夜9時半からです。お見逃しなく。チキンバター、はい、ね、ほんと2つとも全然色が違うし、全然違います。来ましたよ、料理が。あの、まあ、ペーストの方も自家製で作ってまして、はい、まあ、要するにカレーチャーハンというような形。最初は美味しさがバーってきたんですけど、次に辛さがドーンってこう襲ってくるような、ものすごい刺激的。辛い。もういっぱい。もう次の一口パクッ、すぐ行きたくなる。続いてはエンディングだと思いましたか。エンディング前のあのコーナーがやってまいりました。すっぽん大学さんのネタを見れる機会です。さあ、すっぽん大学のですね、ネタと、そして新番組茨城三国志のオープニングをですね、ぜひ皆さんに見ていただきたくご用意いたしましたので、それではどうぞ。諸葛亮孔明と張飛がお送りする三国志ショートコント、お土産。孔明様、孔明様、何でしょう。今日はお土産のリンゴを持ってまいりましたね。これ貴重でございますね。そのリンゴ持ってなさい。持っていればいいんですか。持ってればいいですよ。おはっ、あれあれ、あ、すげえ、さすが孔明様。ちょっと俺にもやらせてくださいよ。あなたもやりたいんですか。もう一個リンゴございますんで、うん、コツはどうすればいいんですか。切れると信じればいいんですよ。切れると。なるほど、それは簡単だ。切れると信じればいいんですね。そうですよ。いきますね、切れろ、切れろ、切れろ、うわった、あ、ごめんなさい、ま、首だ。はい、あ、中国4000年、あ、中国4000年、諸葛亮孔明と
張飛がお送りする三国志ショートコント手合わせ。孔明様、何でしょう。手合わせのほどよろしくお願いいたします。いいでしょう、かかってきなさい。行きます。はっ、足が動かねえ。あなたはもう私に勝てないのですよ。なぜならこの妖術でもうあなたは足が動かない。はい、中国4000年、中国4000年、だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。中国4000年、中国4000年。先ほどお知らせいたしました小堺翔太のほっこりマチタンは明日夜8時30分からの放送です。失礼いたしました。はい、さあそして明日のいばきら TV ステーションゲストはお昼のゲストといたしまして、きらめきのビーズ作家4人展から岩田明子さん、そして三沢美智子さんをお迎えいたします。夕方もゲストいらっしゃいますよ。シンガーソングライターリラクションのトモさんの登場です。どうぞお楽しみに。楽しみに。さあ本日も生放送でお送りしてまいりましたいばきら TV ステーション、お別れの時間が近づいてまいりました。はい、汗かいてますけど、暑いね。本当に照明がねたくさん当たっている分。そして石森さん気づきましたか。はい、何でしょう。左下に出ております。出た出た。これ実は今回のね、今日のオープニングから、はい、夕方のオープニングから出てました。はい、ね、新番組どんどん始まってますので、はい、ね、毎週随時更新しております。はい、こちらもぜひご覧いただいてね、はい、見ていただけたらなと思います。いばきら TV ではバラエティ豊かにオンデマンド番組もたくさん配信してます。そして次のライブ配信は明日お昼12時20分からです。そちらもぜひお楽しみに。はい、さあ今日も週の真ん中水曜日折り返し点頑張りましたね。はい、頑張りましたね。明日もね、やりますよ。やりましょう。明日も頑張って。ではわし篠谷の篠崎です。スイーツの街マリアに来てね。いばきらキラキラ。一般社団法人石岡青年会議所大山です。中島です。石岡のお祭り大好き、いばきらキラキラ。磯山純です。いばきを盛り上げていきましょう。いばきらキラキラ。